はい。昨日、巨人が勝ったことで、あの勝ち方、だいぶ波乗ってくるんちゃうかな、みたいなところありますし、ちょっと今日の浜口投手と山崎伊織投手、果たしてどういう成績なのか、相性なのか、ジャイアンツはどういうオーダーを組むべきなのか、みたいなところをですね、ちょっとお話していきたいなというふうに思っております。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見てってください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、第5戦ですかね。第5戦の試合を予想していくというか、いろいろそれについてお話していきたいと思います。昨日を振り返りますとですね、非常にいい勝ち方でしたよというふうに思います。ホームランをバンバン打ったりとか、タイムリーがたくさん出たりとか、そういうわけではないんですが、非常に DeNA に対してプレッシャーを与えるような、勝ち方というかね、一種の奇襲みたいなところはあったのかなというふうに思うので、そういったところは非常に精神的にもですね、DeNA にダメージを与えてるんじゃないかなというふうに思います。具体的に、言うとですね、やはり、ケラー投手のリリーフもありましたし、その増田大輝選手の、ダイソーの使い方ですよね。ダイソーを使ったことによって、走らすのか走らさないのか、みたいなところを、警戒させといて、中山選手に、ヒッティングをさしてね、一三塁作った上で、その中で、セーフティースクイズというところの、その一連の流れというのがですね、非常に素晴らしい采配だったなというふうに思うし、ある種の、その、背水の陣なんでね、もう勝つためにはっていうところで何でもするよっていうようなところで、奇襲というか、相手にプレッシャーをかけるというところも含めて、非常に、素晴らしい采配。あれは河合監督がなんかこうね、ピッチャー起用をもっとどんどんやった方がいいかも、みたいな感じでアドバイスを送ってたみたいですし、非常にそういったところで、チームの雰囲気は負けてるんだけども、非常に昨日の勝ちで上がってきてるんじゃないかなというふうに思います。余談ですけども、その、萩尾選手がね、なんか円陣でこう声を出したりとか、ああいうふうなところのちょっと面白さというか、ちょっとこう、そういうところもありましたし、非常にこう、なんて言うんだろう、チームとしては、背水の陣には変わりはないですけども、崖っぷちは変わりはないですけども、非常にその、なんて言うんだろう、雰囲気は悪くないというか、上がってきそうな感じは非常に、僕は感じてます。あると思います。はい。その上でですね、明日の浜口投手、本日ですね。本日の浜口投手との相性なんかを見ていきたいと思うんですけども、浜口投手はですね、今季1試合、ジャイアンツに投げておりまして、防御率が 1.50、0勝0敗、ちょっと奪三振率がね、10.50 っていうところでちょっと高かったんですね。で、WHIP が 1.00 という風になってます。その昨年とか、その前のシーズン見てても、ジャイアンツは比較的、浜口投手を得意にしてるんで、そういったところでは、相性はいいんじゃないかなって僕は思ってます。で、今季の浜口投手の、いろんな詳しいデータを見ていきたいと思うんですが、意外だったのはですね、対右に対して、2割1分6厘、被打率ね、2割1分6厘なんですが、対左に対して2割7分7厘というところで、対左に対して非常に打たれているというところがありますと。で、その原因っていうのは、いろいろあるとは思うんですが、僕が考えるにですね、やはりチェンジアップの使い方ではないかなというふうに思ってます。どういうことかというとですね、まず、浜口投手がどんな感じで球種の割合を投げてるかっていうところなんですけども、49% ストレート投げてますと。で、22% がスライダー。で、23% がチェンジアップ。で、残りの 4% フォーク、2% がカーブってなってるんですね。で、これから言うに、ストレートとスライダーとチェンジアップ、これでおおよそ、90%、95% ぐらいはその3つの球種なんですね。で、その上で、先ほど対左によく打たれてるよっていうふうなことを言いましたけども、おそらくですが、チェンジアップという球種がね、一番浜口投手にとってはウィーニングショット、一番いい球になってくるわけですけども、そのチェンジアップの割合が、左バッターに対して 14% しか投げてないんですね。で、右バッターに対しては 32% 投げてるというところで、やはり、左打者に対してあんまりチェンジアップ、まあ投げてますけども、割合が少なくなるっていうのが打たれている要因じゃないかなというふうに思います。まあその理由はですね、やはり、チェンジアップってどっちかっていうと抜く球なんで、やっぱりこうちょっとこう、ピッチャーから見たら左側に曲がっていったりとかするんで、デッドボールがあったりとか、そういったリスクもあるんで、やっぱりこう左バッターにはあんまりこうちょっと投げづらいなっていう印象はあると思うんですね。で、その中でやはり、チェンジアップが左バッターに対しては少なくなってる。で、ストレートとスライダーっていうところが中心になってるというところで、狙われやすくなってると思うので、そういった意味で左打者が、浜口投手を打ちやすくなってるっていうところかなというふうに思います。で、フォークボールなんかもあるんですが、4% しか投げてないんですね。全体の 4% しか投げてないんで、そういったところで、フォークボールは投げれるんだけども、そこまでチェンジアップほど操れるボールではないのかなっていうふうに思うので、そういったところで、まあ、左打者が、まあ、外目のまっすぐであったりとか、スライダーを狙っていく。これが、まあ、浜口投手を攻略する、一番の方法かなと思います。で、逆に右バッターは、チェンジアップの割合が非常に多いので、すごく難しくなってくるんちゃうかなと思います。というのも、ストレートがありますよね。ストレートがあって、ストレートのインサイド、アウトサイドがありますと。で、右バッターに対してはチェンジアップもありますと。で、その中でスライダーも加わってくるっていう風な話になると、3つの球種、自信のある3つの球種があるんで、バッターはあんまりこうコースであったりとか球種を絞り込むことができないんで、右バッターは非常にこう対応しづらいピッチャーになってるんちゃうかなと思います。で、先ほども言いましたように反対にこう左バッターはですね、チェンジアップの割合が少ない分、ストレートとスライダーというこの2球種に絞れるんで、非常に、打ちやすく、右バッターよりは打ちやすくなってるんじゃないかなっていうふうに思います。その影響で、対左に対して被打率が高いんじゃないかなっていうのが僕の予想でございます。で、対する、山崎投手ね。山崎投手が一体今年 DeNA に対してどういう成績だったのかというところを見ていきたいと思うんですけど、4試合投げておりまして、防御率が 3.00、3勝0敗、で、ウィップが 1.08 となってます。まあ、3勝0敗してるものですね、まあ、防御率が 3.00 というところで、まあ、そこそこ打たれてるなっていう感じはあるんですね。ただ、まあ、チームのね、打線の流れであったりとか、まあ、得点の仕方なんかで、まあ、勝ちをもぎ取ってるっていう印象です。はい。で、その中で、誰に打たれてんのって、誰に3割以上打たれてるのっていうところを見ていきたいと思うんですけど、桑原選手5打数3安打。梶原選手5打数3安打。伊藤選手 2打数1安打。佐野選手8打数3安打。宮崎選手11打数4安打、1ホームラン。海老名選手3打数1安打というふうになってます。まあこれを見ると、まあ伊藤選手はおそらく多分出場しないと思うんですね。戸柱選手が出てくると思うんで、出ないと思います、スタメンではね。で、海老名選手もまあ代打とかなんで、まあそこはいいかなと思います。で、桑原、梶原、佐野、宮崎、このあたりにみんな3割以上打たれてるんで、そういったところで、打線の調子もね、DeNA ね、まあ良かったりするんで、まあ非常に、意外と危ないんちゃうかなって、まあ、勝ち星はね、3つ挙げてますけど、そんなに、余裕だというか、なんて言うんだろう、より大丈夫だっていうふうに言えるまではない。そこまでは僕は思ってないですね。はい。で、まあ、内海コーチのコメントなどを聞いてても、まあ、いおりは非常にブルペンでも今良くて、みたいな、状態が上がってきた、みたいなね、コメントありましたけど、まあ、実際、まあ、ブルペンでの調子と、まあ、マウンドでの調子は、まあ、比例するかって言われたら、まあ、比例しないことの方が多いし、まあ、そこはね、まあ、ブルペンで状態いいと思うんですけども、やはりシーズン終盤で、なかなかね、こう、勝ちきれなかったっていうところがあるんで、まあ、非常に、まあ、そういった意味でも、まあ、不安ではあるんですが、やはり、彼は、非常にポテンシャルの高いピッチャーだと思ってますし、気持ちもね、非常にこう、前面に出していくピッチャーなんで、そういったところで、まあ、この今の排水の陣というか、崖っぷちの状況で、すごくいいピッチングをする可能性もすごく秘めてるのかなというふうに思うので、ここをあと繋いでくれれば、またもう一回ね、いいピッチャーでね、ジャイアンツは迎えることができると思うので、そこはね、なんとかね、絶対勝ってほしいなっていうふうに思います。で、その中で最後、スタメンというところを見ていきたいと思うんですけども、どういうスタメンを組んでいくべきなのかっていうところを見ていきたいと思うんですけど、僕ははっきり言って、昨日のスタメンと一緒でいいと思ってます。見ていきますと、1番レフトオコエ、2番ショート門脇、3番、ライト丸、4番ファースト岡本、5番センターヘルナンデス、6番、サード坂本で、7番、セカンド中山、8番キャッチャー岸田、9番ピッチャー山崎より、これでいいと思います。ピッチャーだけ入れ替えて、それ以外の打順は変えなくていいと思います。というのも、オコエ選手ね、昨日ノーヒットでしたけども、ボール際にね、惜しい当たりを打ったりとか、非常に、打撃めちゃくちゃ悪いかって言ったらそうでもないですし、で、門脇選手と丸選手、この2番3番のコンビが非常にいいチャンスを作ってるっていうのがあるんで、明日の浜口投手もね、先ほど言いましたように、左に対してあまり被打率が、結構打たれてるっていうのがあるんで、2番3番のこの門脇丸っていうところは変えなくていいと思います。で、4番の岡本はそのまま不動で、で、5番のヘルナンデスに関しても、昨日ね、試合前の練習もそうですし、試合のね、スイングも見てましたけども、非常に、積極的に振っていったりとか、手首を痛がってる素振りは別に僕からしたらなかったかなというふうに思うので、実戦感覚もね、フェニックスで1試合しか出てないというところも含めて、全然ね、使っていくべきだと思うし、使わなければいけないというふうに思います。で、5番の坂本さんに関しても、昨日2安打してるんで、そのままでいいと思います。で、中山選手も昨日、ヒットが出てるんで、そのままで。で、キャッチャーは最終戦確か、山崎伊織投手は大城さんと組んだと思うんですけど、ちょっとあまりにも大城さんの状態が悪いというところで、昨日のね、セーフティースクイズもありましたし、岸田選手のままでいいんじゃないかなっていうのが僕の意見でございます。はい、そんな感じで、今日見ていきましたけども、浜口投手ね、めちゃくちゃ巨人と相性がいいかって言われたらそうではないですし、今季ね、ちょっとやられてますけども、前々から比べていくと、昨年とかその前見ていくと結構打ってたりするんで、非常に打線の雰囲気みたいなところはあるんじゃないかなと思います。対する山崎伊織投手ですけども、勝ち星を上げてるものの打たれてる打者が結構多かったりするんで、そこをね、どうやって抑えていくかっていうところも含めて、そこで、試合は決まってくるんちゃうかなと思います。で、最後、巨人のオーダーですけども、僕はもう、うまくいったんで、そのまま変える必要はないと思ってますんで、2番、門脇、3番、丸というところでチャンスを作って岡本で返す、このシンプルな方法でね、得点を積み重ねていければね、非常に面白い試合というか、勝てる試合になるんじゃないかなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日は終わっておこうと思います。ぜひね、ジャイアンツを応援して、勝てるように頑張りましょう。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。